さてさて、前回の話の続きでですね、ペットショップで、ゴールデンレトリバーの女の子こういうのに出会って連れて帰ることに決めてお家に帰ってきたと。でその後のお話なんですけれども、まず初日はですね、なぜか父にバレないように私の部屋にケージを置き、こっそりと一晩ジェニーとそばで寝たんですけれども、次の日の朝ですね、次の日の朝というかもうおそらく感づいていたんだと思うんですけれども、次の日の朝になってバレて返してこいって言われたんです。俺はそんな話聞いてないと、勝手に買ってきたんだろうと、返してこい。まあそれはそれは、ってこの子今ここにいるのに返すのって、まあそれはそれは中学生だったけどもう大泣きでしたね。いや意味がわからないって。で結局最終的にはまあ父が折れたというか、責任を持って飼うようにっていうことで、一緒に暮らせることになったんですけれども、そうそう、それでまずおじいちゃんの祖父の許可をもらってこいって言われて、祖父はちょっと離れに住んでたのでジェニーを抱っこして飼っていいですかって言って、いいよって言ってくれて、おじいちゃん飼っていいって言ってくれたって言って晴れて帰ることになったんですけれども、その時の様子がそのマイドッグスキップの映画にすごくリンクしてて、まあ、ああそういえばジェニー飼う時反対されたなっていうか、もうずっとちっちゃい頃から飼いたいって言ったのにずっと反対されてたよなって、今になってみたら、そういうことなのかなって思うんですけれども、皆さんは、子供の頃そういう経験ってありますか？私は初めて帰ったのは中学生でしたけれども、まあ、例えば、お子さんがいらっしゃる親御さんでしたら子供が飼いたいって言った時に、どういうふうにされてますか？よろしければそういう話も聞かせていただければと思います。長くなってしまいましたが、マイドッグ、マイドッグスキップを見て私が感じたことでした。ではではまた。